ギャロッピンググースナンバー2ギャロッピンググースはアメリカ合衆国のリオグランデサザン鉄道で使用された鉄道車両の一種線路の上を走ることができるように自動車を改造した単単式機動車であったギャロッピンググースという名称の由来は明確でなく一般的には車体と貨物室が不安定な軌道を走る際に時々揺れる様子からつけられたとされるが車体に取り付けられた 空気笛の音が由来ともされている。当初、ギャロッピンググースという名称は非公式なもので、RGS 鉄道における正式な故障はモーター車であった。RGS 鉄道が公式にギャロッピンググースと呼ぶようになるのは1950年に観光列車を運行し始めてからである。RGS 鉄道はコロラド州のロッキー山脈にある。 鉱山関連の輸送を当てにして1893年に全線開業した。だが、直後に発生した1893年強行の影響で、ほとんどの鉱山が閉山したため、厳しい経営環境。その一方で、沿線の町は郵便物の輸送を RGS 鉄道に依存していたため、簡単には廃業できない状況にもあった。1913年、 RGS 鉄道は、線路の保守作業従業員を運搬する目的で、最初のモーター付き車両を製造した。この車両は1925年に廃車となったが、蒸気機関車に比べて、運転にかかる費用が少ない上、軽量で線路に与える影響も軽減されたことから、定期的な輸送サービスにモーター付き車両を使用して、収益性を改善させるというアイデアに影響を与えた。 1931年 RGS 鉄道はマスターシックスと呼ばれるビュイック車の4度ダンの車体を流用して最初のグースを製造した。ギャロッピンググースは前に2軸の同軸を持ち、後部は郵便物等の貨物を運ぶため2台に改造された。以降、ギャロッピンググースは1936年までに6両が順次増備されたがナンバー2と ナンバー6は2台のトラックから改造され、ナンバー3ナンバー5とナンバー7はピアスワローの車体が用いられた。ギャロッピンググースは郵便物を中心とした貨物輸送や旅客輸送に使われたが、郵便物輸送は1950年に他のトラックに切り替えられて終了した。その後、余剰となったナンバー3ナンバー5とナンバー7は観光事業に転用され、 ギャロッピンググースによる旅客輸送は RGS 鉄道が1951年に廃業するまで行われた。コロラド鉄道博物館が保存するナンバー7とその解説文を記したボード装置に配車されたナンバー1以外の各社はいずれも現存しており、胴体保存、または生体保存されている。ナンバー1についてもレプリカが作られている。 特徴的な外観は今なお根強い人気を保ち、鉄道模型愛好会やメーカーによって、数々の模型が作られている。日本では、根室拓殖鉄道の銀流号が、その得意な羊と見た目から、和製グースと呼ばれることがある。ありがとうございます。